毎週キングコング、お願いします。 いやお久しぶりですね。お久しぶりです。すいません、ちょっと会いてしまいまして。いや、とんでもございません。まあ、どっから話そうかなっていうことになってきますけども、はいはい、ワロタは何ツイッター、ツイッター何でしたっけ。まあ、西野が海外行ってて、どこ行ったのあれ。今回ニューヨーク、ニューヨークか、はいはい、ニューヨーク行ってて、はい、で毎週結構一発ニューヨークでベロベロなって、あ、はいはい、ごめんなさい、はい、で、その翌週に、まあ、いろいろ悩んだ結果、はい、まあ、そうだ、そう、はいはい、お風呂入りながらやったんですけど、はいはいはい、その次の日に西野がツイッターで、はい、いや、俺4日前から2本飲んだんだよっていう衝撃の、いや、本当になんで言ったよ、俺は言ったって何か言ったよ、マネージャー経由で言ってるはずなんですよ。あ、そうなの。そう、言ってるはずなんですよ。じゃ、だからその辺の連絡がもうごちゃごちゃになってるから、はいはい、なんでそんなにお風呂でやってんねやろ。2人で、いや、1回言ったんですよ、マネージャーには。いや、これ2人いるなら2人で撮った方が良くないですかみたいな。じゃ、だからもう連絡はうまいこといかない、はい、だから、はい、もう吉本帰ってこいよ。そのせいで、そのせいや、プロが一発生まれてしまった。か、俺がもうやめるかよ。でないと、もうわっかわっか、俺何のために風呂入ってさ、あんなんやってさ。確かに。せやでよ、確かに。連絡うまくいってないかもしれない。全然うまいこと言ってないから。確かに、結果的に、まあ、ああいう形になってもうたけどやな、はいはい。めっちゃ悩んねんから。いや、俺も俺で、違うよ、うん。毎週キングコングがあるから帰国してきたんですよ。え、そうですよ。で、帰国して、毎週キングオンがある日か、その前の日ぐらいに、うん、すみません、バラシになりましたって聞いて。え、マジで。そうよ、そうよ。大問題だ。全然、まあ、別に、帰る日は別にいつでもよかったから、あれだったけど。毎週キングコングのために帰ってきてた。そうだ、それに合わせて帰らないと。だって、2週開けちゃったらまずいなの。もし今回は、キュッてやれば、開けるのは1週で済んでたから、だから帰ろうと思ってキュッて帰ったんですよ。マジで。そしたらなんかバラシになっちゃってね。まあ、多分それは連絡の行き違いっていうか、多分スケジュールがなんか合わなかったのか、あれだと思うんですけど。いや、まあでも、ちょっと本当にちゃんと連絡は取り合おう。確かに。出ないともうおらんない。別に、こんなん言っちゃあれやけど、やりたないから。そう、わかる。恥ずかしい。俺も本当にごめんやわ。何が。酔っ払いのやつ。いや、あれはええやん。いや、違うね。裏を言うと、うん、一回、うん、まあ、後でも見てもらってもええんやけど、別に、はいはい。セントラルパークで、一回撮ってるんすよ。うん、え？撮ってんねん。前さ、セントラルパークで撮って、うん、なんか泣きながらやってたやつ。いや、じゃあね。あれで多分味しめたと思うね。うん、で、今回も撮ってみて、うん、全然面白くない。やっぱダメっすね、あれは。なんか、あれが1回目だから面白かったんすね、なんか。やっぱちょっともうよだれがさ、もう見えたもん、自分の中で。全然面白くなかった、ほんとに。毎週キングコングにそんな顔がいいっすか。せっかくやったらって思うやん、なんか。いや、まあそれはサービス精神があるから。せっかくやったらと思ったけど、もう全然面白くなかったんすよ。それでもうオクラにしたんや。オクラにしてる、あそこにはあるけど。もったいな。なんか違うね、そう、なんかその前の週がフールーさんの回があって、あ、そうね、で、フールーさんの回でなんかコメント欄がなんかちょっとちょっとね、なってたから、ちょっとね、うん、で、それで、カジラさんに対してじゃなくて、うん、そのお客さんに対して、あ、なるほどね、号泣しながら、もうセントラルパークで号泣しながら、めっちゃいいよ、謝罪するっていうのを、面白そうやけどな、やって、いや、それもう全然もうニヤニヤしてたし、途中、もう最初からもうこの辺かもう、ウケるぞっていう顔でやってるから、ほんまに面白かったよ。やっぱり映画もそうやけど、2ってむずいねんな。2むずいわ。2当たら、やっぱり。そういうことだ。2当たら。今まであった ?2 で当たったんて。っていうぐらいなくて。ないないない。エイリアンぐらいか。ああ、でもそれぐらい。もう本当に2は当たら。当たらん。当たらん当たらん。もう全然面白かった。じゃあ、オクラということで。オクラ、本当に。いや、本当にまたストックがなくなった時に出しましょう。あ、どうぞどうぞ。ちょっと解説付きで出させてください。ここで受けようとしました。ですが、決まってませんっていうのはそれはありかもしれませんけどもね。まあ、今回はちょっと久しぶりに2人揃ったということなんですけども、はい、いや、今日実はね、本番始まる前に西野に紹介させてもらったんやけども、うん、実はうちのチーム開催国にリュウジっていうね、はいはい、彼が入ったんですよ、うん、初めての、うん、ようやく西野も言うてくれてたんやな、はい、若い力がいる。ああ、あの子22歳よ。へえ、ついに入ったんやけども、はいはい、実はなんでこの話をしてるかっていうと、そのリュウジがもともとチームカジサクというか、まあ、カジサクチャンネルを見てくれてたんやけども、はいはい、入った理由、最終的にカジサクと一緒に仕事がしたいって思った理由が、
武道館の最前列のブロックで見てて、はい、そうなんだ。でバーって出てきたやん、うん、で俺が号泣したやん、はいはいはい、あの号泣した俺を見てこの人の元で働きたい、あの涙も悪くなくなっちゃう、そうやねん、すごいな。だから元々もう今も現役の大学生やねんけど、はいはい、警察官目指してて、もう剣道何十何年もやってて、はいはいはい、もう警察官になるって決めてたのにそれを蹴って、カジサックチームの何をするんですか。もう基本的には、まあ、車の運転だったりとか、あと編集能力ももともとあったりとか、勉強書だったりとか、ものの準備とか、まあ、それこそ演者でもあるというか、ちょっと出て、そう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 、でも剣道本当に無駄になったじゃないですか、じゃあね、せっかく一生懸命ね、子供の頃からやられたんですか、剣道、はい、どれぐらいやられたんですか。もう12年間、12年間剣道をやってて、全部生きない現場ですもんね。そう、別に剣道が生きる現場じゃないじゃないですか。いやでもね、はい、それで言うとお言葉ですけども、はい、あります。あ、剣道が生きる仕事があるんですか。やっぱり武道は礼儀がしっかりしてる、はい、俺やっぱり礼儀どっちかがうるさい方だから、そういう意味では最高よ。あ、なるほど。今もこんなんやずっと。ああ、確かに確かに、武道やから。確かに確かにね、ちゃんとしてんねん、はいはい、挨拶とかも、はい、やっぱ武道やから。あ、武道の人やから。で俺もやっぱ最初から緊張してるから、うん、もう緊張せんと全然もうリラックスしながらやったらええでって言ったら、それはそれでちゃんとやっぱ吸収、スポンジや、22歳やから、はい、スポンジで吸収して、分かりましたって感じ、もうすごい、今日も元気やな、その調子で今日、はいみたいな感じで、ほんで先日やな、仕事場でまた入り時間一緒になった時に、はいはい、おいっすーって、おはようございますって言って、今日も元気やな、はい、車をぶつけました。若い力やねん、ほんまにゴリ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 って言ってるから、これはね、カジサックの方ではネタにしません。ここやから喋らせてください。思っきりいかれたから、ゴリ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 って、もう人間で言ったらこれ横全部車をぶつけました。何やったんや、剣道で学んだ間合いだとか、そういうのが全部死んでも出るやないのな。やってしまう。それはもうしゃあないな、しゃあない、もうぶつけちゃったら仕方ない、それは仕方ない。でも素敵な話じゃない、その武道館きっかけでもう決心したっていう。はぁ、まあ、むちゃくちゃやったけどね。あ、なに、その行動力のお化けというか、はぁはぁ、まあ、俺が普通にコンビニ行ってて、そこで普通にやった、はいはいはい、でコンビニ出たらたまたまそこで俺を見つけたらしくて、はあはあ、最初の出会いはそこなんですけど、いきなり俺に土下座やで。なんで外で怖っ、めっちゃ怖いよ、スザザザザって土下座やで。何こいつ、弟子にしてください。うえー、たけし軍団の最後、イライラもんな、そんなイライラ、弟子の、それが一発目やったから。へえ、で話せば話すほどそんなやつじゃないねん。でもその時はもういても立ってもいれなくて、もう気持ちが溢れて、もうその行動に出てしまった。言うて、その一日で変わったんですか。武道館の、あの前までは別になんかそういうお仕事をしようとか思ってなかったんですか。全く思ってなかった。武道館のあれを見て、はい、へえ、だから分からんもんやね。分からんもん、へえ、これも運命かなというかさ、最初めちゃくちゃキモいなって思って。いや気持ち悪い。めっちゃキモい。確かに。じゃあ怖い怖い、キモい、なんか怖い、やばいやつかなと思っちゃう。そう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 、うん、でも俺はパッて顔を見た時に、うん、こいつの目はいいぞって、はい、なって、はい、気ぃついたら10分ぐらい喋ってたんや。へえ、どうこうこうこうで頑張っ、君が頑張ったらいつか道は開けるかもねみたいなこと言ってからの、その行動力がすごくて、毎日 YouTube や TikTok やで毎日動画を上げて出したのよ。それ何かっていうと、カジサックチームに入るために編集を覚えますよ、うん、あ、つを毎日上げてて、それを実は俺は4ヶ月間ずっと見てた。へで編集作業やなんやかんや準備が整った段階で吉本に連絡してきたの。へでチームに入ってすぐに車ぶつけたの。最初の仕事？最初の仕事。面白い。流れでね、なんか運命って面白いな。運命分からへんな。そんなんされたらどうすんの、西野は、うん。俺そんな人いっぱいおると思うね。西野の元で働くって、俺情けない話で最初にリュウジに言った大勢思い出したわ。なんで俺なんて言うの。自分で情けなかったよ、ね。武道館見てあなたの元で、え、なんで俺なの。俺やんここにって思ってんけど。はい、まあ、リュウジちゃう新しいけど、そういう人間は俺めっちゃ多いと思うね。
うちはあのインターンをもうずっと取ってるから、うん、だから3、4ヶ月に1回は絶対取ってるから。道端とかでなかったん今まで。あるよ。あんの？あるあるある。弟子にしてくださいみたいな。やっぱある？ある。そこでええ匂いするやつはおれへん。いや、あんまりそれ思ったことない。トンボが、うん、あの珍しいパターンやわ。だからどういうこと？だから大手すぐに仕事一緒にしようってなったのは、うん、もうその日になったのはトンボとか。それって俺そんな話深く聞いてないかもしれないけど、うん、なんでそもそも西野ってね、はい、まあ軽くは話してるやん。トンボ帰るから大恩人なわけで、はい、ほんまやめて名古屋に帰ろうってトンボ言ってたけども、うん、西野がいやあかんあかん、はいはい、東京でサッカーする、はいはい、俺は俺についてこいみたいなノリがあったんですけども、うん、トンボの何が良かったの？なんかよく笑うとか、そういうところ。ああ、なるほどね。なんか明るかったは明るかったんですよね。はい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 、はい。その別に今も変わらずですけど、うんうん、だからそこがまあええやんと思って。ええ匂いしたんや。ええー、なんかよく笑うでいいじゃないですか、もうなんか。まあ確かにね。うんうんうん、でも疲れてる時のやつ、全然可愛くないよ。トンボの疲れてる時なんか最低やし。タメ口なるし。そう。イタリア旅行、風邪ひいてくるし。ほんと蹴りたかったもん、イタリア旅行。一回話したかな、俺が一番ですね、腹立ったのはほんまに飛行機かな。話したっけ、俺ここで。何？いや、飛行機で、二人でロサンゼルスに昔行ったんですよ。はいはい、YouTube の撮影で行ったタイミングで、はい、なんか席が、はい、なんかあんま空いてなくて、はいはいはい、で一個は、なんか窓際やったっけ、はい、窓際が空いてたのよ。でもう一個は ABC で言うと B の席しか空いてないみたいなになったのね、はいはい、で、まあ言うてさ、うん、先輩後輩なわけやん、はいはい、まあ、そんな中で、まあ俺が窓際かなと思ってて、はいはい、じゃあ俺これ行ってええかなみたいな時に言ったら、はい、あいつがって俺は言われたのよ。めっちゃ腹立ってこと。トンボと旅行したらダメっすよ。やっぱトンボはもうそんな長くしがんじゃダメっすよ。しがんだあかんの。しがんだがやっぱボロがいっぱい出てくるから。まあデリカシーがないっていうことね。ないのを、しかも多分それも、うん、一発だけだったら可愛いなかもしんない。あ、そういうことあるんやかもしんないけど、多分合わせ技で積み重ねて、うん、ブツンってなるじゃないですか。なるな。トンボはダメなんですよ、絶対に。そこあかんねんな。いやー、だって思い出して腹立ってきたもん。最悪やったもんな、イタリア旅行。もうだから探しあったらいっぱいあるやろ。ある。俺さ、イタリア旅行喋ったけど、うん、まず、遅刻してくる、まあ、遅刻いいやと思って、うん、で、遅れてきたら、むっちゃ風邪ひいてる、うん、で、むっちゃ風邪ひいてんので、ちょっとうんってなったけど、うん、2人しかいないから、怒るわけにはいかない、うん、で、ずっと横で席コン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 している。空港までタクシーずっと席してる。飛行機乗ってもずっと席してる、うん、で、これ俺移されたら嫌だなと思って、カバン取るふりして、自分のマスクを取るふりして、トンボお前もマスクいるって言ったら結構ですって言われて、俺は お前のこと考えてるわけじゃなくて、防御としてお前にマスクつけてほしいのに、いや大丈夫ですって言われて。なんでなん。いや、もう分かんない。分かれへんの。もうその時は大丈夫ですって言っちゃったんですよ、ね、言っちゃうね。遠慮したみたいなこと？いや、今だったら分かりますよ、ダメなことしてるって。うん。いや、やめて、成長してるみたいな。してないから、全然。よかった。で、空港着いたら着いたで、空港のロビーみたいな一回こうやって座ってたら、うん、荷物あるで、お互いの荷物。うん、そしたらトンボが荷物ここに置いたまま、一人でブーってトイレ行って、俺ずっと荷物見とかなあかん。お前の。俺はもう何もできひんや。俺はもうここでトイレ行ってしまったら、この荷物の持っていかれるしな。俺結局トンボの荷物をこうやって見てる。嫌いやわ。一言言えば、なんか一言ちょっとでも一言ちょっと荷物置いてていいですかぐらい言ってくれたらやけど、そう、ね、黙って言ってずっとトンボの荷物をこうやって守るみたいなことやったわ。その時ってお前は切れへんねや。切れたら終わりやねん。2人しかおらんから。3人おったら。あー、そういうことか。そう。しかも、イタリアの子だ。切れ始めたらもう、終わりないぐらい切れるもんね。そう。それがあるから。そう。
もうあかんって止まんねや。そう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 。そう止まってた。っていうことやな。もうなんかむっちゃあったもんな。畳みかけてたもんな。あん時って。なんか薬のことも言われました。なんか薬なんだっけ。なんか西野さんが薬飲み屋って言われたのを僕が断ってるんですよ。席をむちゃくちゃしてたから。そうやな、うん、そん時も、まず空港着いて、うん、これ横でこれイタリア旅行1週間地獄やな。この大風のやつと2人ちょっと辛いやんか、うん、だからその咳止めの薬を買ったんすよ、うん、羽田空港か成田空港着いて、うん、咳止めの薬買って、うん、わざわざなその薬局行ってな、うん、でめちゃめちゃ優しいやん。で買って飲み屋って言ったら、うん、ちょっとご飯入れないと胃が荒れるんでみたいな、今ちょっといいっすわって言ってお前の胃がぐちゃぐちゃになろうがどうだって、それはお前の中で終わる話やから、いいぐちゃぐちゃにして数あの咳止め飲めと思って。ただで来てんねやろ。そう、ただで来てんですよ。どういう話してんけど。4000円ぐらいだけ持ってな、みたいな。腹立つわ。でもなんか、許してしまうキャラクターやったりもするやろ。まあ、その時は全然許してなかったですから。その、ま、どんどん畳みかけてくるから、そのすごいテンポで。だから、切れたら終わりやから切れんかったね。ずっと我慢してたね、なんか。で空港の時は最悪やったよ。最悪。イタリア着いてからもさ、なんかさ、ずっと回ってて、変ななんかぬいぐるみ屋さんみたいな入って、なんか、ドントタッチって書いてあるぬいぐるみずっと触ってたら、めっちゃ嫌やった。もう、むっちゃ書いてあるな。ドントタッチって書いてあるやつ、ぬいぐるみをずっとこうやって触って。どうなんすか？やめてっつって。人のレシートも見るしな。パーって俺がレシート1回落としてもたらそれ拾ってこうやねん。なんでな、なんでチェックされるの、何が気になる、何買うてるかとか。腹立つわ。ほんまにデリカシーがねないんやけども、まあ憎めないというところはあるけど、まあ今一緒に仕事してるからあれやけども、うん、なるほどね。まあ西野のところはインターンっていうのをやってるから、うん、そう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 。何人ぐらい入れてんだっけ。いや、これまでどれぐらい、でもインターンやから、うん、だいたい、3ヶ月半年ぐらいで、うん、まあ、入れ替わるんやけど、いや、これまでどれぐらいなんだろう、7期生か今8期生ぐらいだから。あ、結構そう、だから結構、うん、結構いるね。ちょっともう頑張んのしんどいから、はい、ごめん、インターンってね。俺もうこのまま嘘つきすぎるの嫌やなと思って。なんでじゃあ最初の段階で、うん、インターンを、なんかギリいけんなと思って、いけると思った。え、なんとなくこういうことじゃんみたいな。あ、話してるうちになんかヒントを、うん、そうそう、なんかのワードを拾って自分の中でインターンを完成させようとしたけど、あの思ったよりヒントがないんだ。トンボの話になってしもたし、そうなったらしもたから、いやいや、あ、これも自分に嘘つくの嫌やな。インターンが完成しないこのままだと。インターンって何やったっけ。どういうやつやったっけ。インターンってだから会社に一回入っちゃったら、社員として入っちゃったらちょっと重いというか、もう本当辞めるときは次もうクビみたいな話になってくるじゃないですか。退社みたいな感じになってくるじゃないですか。でインターンは学生さんが一回会社を経験するっていう名のもと、一応終わりが決まってるっていう。契約社員みたいなこと。あ、でも、まあ、でもそうだわ、この期間で終わりですよっていうのは一応決まってるっていう。え、じゃあ例えば僕がインターンで入りました、はいはい、じゃあ来年の3月までで、はい、なったとするやん。そこの3月になった時に卒業する時にまだ続けたいですって言ったらどうするの。あ、だから、それで続けてる子もいるし。それはなんていうの、インターン。もうそっから、社員になってる人いるね。あ、社員になって、もうなんなら社員になって独立して会社持ってる子が、うん、2人いる。へえ。そう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 。え、やらしい話、うん、インターンの人と正社員とは給料は違う。うん、あ、違うと思います。でもインターンも給料もらってて、社員さんも当然もらってるけど、そこは多分違うと思うけど。それ企業さんってさ、うん、まあまあ西野もそうだと思うねんけども、はい、そのインターン生を募集じゃないけどもさ、はい、あ、募集はしてんのかな、だから。うん、してるしてる。っていうのは何のメリットがあるの、企業にとって。だから、むっちゃ生々しい、まあ、2つある。要はそういう子たちにチャンスを渡すっていうのは1つ、はい、社会にいきなりその子たち もう大学でいきなり、会社に入ったりするったら、うん、自分がこの選んだ会社が果たして正解かどうか分かんないじゃないですか。だからこの正社員になる前にいろいろ試しておくっていう社会経験の場所を提供するっていうのは
なんかどっちかというとポジティブな理由っていうか、いい理由ね。めちゃくちゃ優しいルール。めちゃくちゃ優しいルール。インターンって。そう。で、なんかネガティブでもないんだけど、うん、生々しい方で言うと、うん、本当に一回社員として雇ってしまうと、うん、基本的にはこの子がむちゃくちゃダメだったとするじゃないですか、うん、でも辞めさすことはできないんですよ。あお前クビになってなんか僕らエンタメの仕事やってるからさ、うん、なんか毎回毎回オーディションみたいな感じじゃないですか、うん、だからつまりいいともずっと出るわけじゃないし、うん、結果出せなかったらもう実質クビじゃないですか。まあそうですね。そうだから僕らはではちょっとまひってるんだけど、うん、基本的に一般社会っていうかでは、うん、クビっていうのは日本ではないから、うん、あれなんかあかんねやったっけ。リストラはええけども、いやでもなんかそれもむちゃくちゃ厳しいね。だから一回雇ってしまうと、うん、むちゃくちゃもうポンコツもポンコツでも何十年雇い続けなきゃいけないっていうのがあるから、うん、その前に終わりが決まっているさよならの場所が決まっている人一回お試しで雇わせてくださいっていう。そこのインターン生もちゃんとした面接とかがあるの？ある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 。誰でもインターン生どうぞじゃなくて、全然ちゃんと面接を経て、うん、筆記試験もあんのかな、わかんないけど。筆記ってか、いやそれはないけど、うん、うちの場合はまず、オンラインサロンでしかもう投げてない。めっちゃ見た、聞きたいそれ、うん、オンラインサロンの中でしか募集しないんですよ、インターン。あーなるほど。そうじゃないと、うん、世間一般に募集してしまうと、うん、もう全く追いつかないから。はい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 、はい。クラウドファンディング何とか、うん、NFT 何とか言われると、うん、もうな教えなきゃいけないことが多すぎるから、うん、最低限もの知っておいてくれないとっていうことで、うん、オンラインサロンの中で募集かけて、うん、でそこで集まってきて、なんか1時か2時か3時があって、うん、で最終面接僕が立ち会ってみたいな感じです。かっこええ。最後に出てくるんだよ西野は。そう、それもなんか何を決めるわけでもないですけどね、僕がなんか分かんないからやっぱり、うんうん、絶対あるやろ。それ教えてくれや。なんすか、その西野がこいつやなって思うところ。あ、もうそれはシンプル、もう聞き上手な人。あもうそこに尽きる、なんか、うん、聞き上手。なるほど、よく笑うも大事やけども、うん、とにかく聞き上手。あれすげえ、例えばインターンの最終面接終わって、大体その後みんなで飲みに行くんですけど、うんうん、その時に、もうこの子は喋ってる時っていうよりも、うん、他の人が喋ってる時に、どういう立ち振る舞いしてるんだろうっていう。うわ、分かるわ、それ。そこに尽きる。その時に人の話をガーってなんか受けてたら、うん、いい感じで受けてたら、うん、まあ、要するに本当にあの配慮が効く人じゃないですか。いや、分かるわ。そっちそっち、受けが上手いと。な、受けがうまいと、本当に現場がハッピーになるもんね。はいはいはい、はい、やっぱり明るいとな。そうなるほど。そこで面接でも見ながら、そうね、ボケる人絶対落とすとか思わないからえ、それさ、でもさ、西野のオンラインサロンに入ってる人たちだったら、はい、西野明宏っていうのはこういうのが嫌いとか、はい、こういうのが好きっていうのはもう分かってるはず。いや、ですが、あの会った時にやっぱもうブン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 バットを振ってくるっていう、もうこうなってる人たちがいるから、うんねや、いるそこで爪痕残さなみたいな。そうでも、ね、それはそれで彼の、うん、彼女の、分かんないけど、男なのか分かんないけど、うん、それは彼の彼女の行動なんやもんな。まあまあ、そうだと思う。日々こう、西野も挑戦しなさいって言うてるやんか。はいはいはい、これも挑戦やっていうことでボケちゃう。そう。なるほど。でもまあ落ちるね、絶対。そこボケる、ボケずっとボケる人は落ちる。だから筋悪いじゃないですか。プロの人に相手にボケ続けるってだいぶ筋悪いじゃないですか。本当に見えてないんだなって思って。だからそっちはあんまり。あ、でもそれいいな。俺もやるから。確かに。インターン。ああ。インターン生募集。カジサックインターン。ああ、いいじゃないですか。そういうのちょっとありかもしれないな。勉強になるしね、こっちもね、うん、その若い子と仕事するときに、うん、あこういうふうに言ったらいいんやとか、うん、あこれ言ったらあかんねんなとかいうの勉強になるから。いや、俺マジでね、まあ、そのリュウジが入ってまだかれこれ1ヶ月とかやねんけども、うん、もうこの1ヶ月でも俺はもう喜んでる。めちゃくちゃ入ってくれて、やっぱり何かって、うん、やっぱり恥ずかしいとこ見せれないっていうのもあるやん。あー、確かに確かに。相乗効果で周りも頑張るよね、存在だけでみたいなところはあったりするから、もうほんまに改めて英語入ってくれたなっていう。それは良かったなぁ。なのかなぁ、まあ、現役の大学生なんでね、はいはい、まだ授業は残ってたりするから、はい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 、行きながら、まあ、それこそインターン生みたいなことなんかな。あー、そうかもしれない。大学卒業するまでみたいな。あー、そっか、そういう約束になってるんですか、一応なんとなく。俺それ言いたいからそうしようや。
お前インターン生な。あ、一旦そこ区切りを決めてしまって、うん、そこからまた続けるか続けないかはその時判断みたいな、ね、あと一回ぶつけたらもう終わりね。難しいな、すげえな。そこまで行くかっていうぐらい言ってたからな。でもその話面白いな。いや、いいっすよ。で、何人ぐらいやったの？大体1回で。1回で、2人から4人、2、3、4、5ぐらいですよ。多くて5人ぐらい。まあ話せたらええねんけど、そんな中で、ね、面接あった、はい、あ、良さそうやな、子やな、で、打ち上げやった、はい、おもろいな、この子ってなった子でも、はい、ポンコツっていたの？あ、全然いますよ。全然いるし、なんか、あ、ここに入る、インターンをやるっていうのがゴールだったんだなっていう子もいる。あ、そう、なんかそこまでの熱量むっちゃ高くて、うん、こっからスタートじゃないですか、本当は。本当はそうだね。本当はでもそこに 入った、やったーで、なんか生カムチでバーンってパーティーして、うん、入ったぞって、そっからもう全然動かないっていう人は全然いる。あ、おんねん。いる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 。でもそれはまあしょうがないっていうか、そういうもんなんだなと思って。まあ要は西野って、そこの会社の、なんて言ったらいいの、それ社長会長っていうの、なんていうの。僕はもう社長やってないですね、今。やってないんだっけ、うん、でもすごい偉い人。はい、どこまでその多分会社、まあ、すごい偉い、すごい偉い、はい、そんなすごい偉い人の西野は、まあ、これ人材育成の話ね、はい、誘ったりするの、そういうインターン生も。あー、なんか飲みとか、飲みとか、あ、全然全然、2人で飲み行ったりするで、インターン生と。それは西野から誘うの？うん、なんか、あ、最近悩んでるんやなとかなったら、うん、ちょっと飲み行こうかって、うん、飲み行ったりする、2人で、まあ、めっちゃいい社長。そう、むっちゃいいやつだと思う。めっちゃいいやつやった。そういう悩み聞いて、うん、なんや言うてってこと。なんか、まあ、悩み聞いて、大変ですねとか言って、うん、ただゲラゲラ笑ってるだけですけど、うんうん、でもなんか飲みたりする。はぁ、うん、とか、一緒に伊豆大島とか行った、そういえば。この間、みんなインターン生とか、入ったばっかりのインターン生とか、ばっかりと、まあ、社員さんもいたけど、うんうん、まあ、みんなで伊豆大島行った。旅行ってこと？旅行旅行旅行。それはいう企業でいう慰安旅行みたいな。なんかそういう、まあでもなんかそうかな、そういうもんなのかな。一泊二泊するってこと？うん、一泊だけして、僕はすぐ帰ったけど、でも夜みんなで伊豆大島でバーベキューして、スナック行って、ウォーとナイト歌って。たまにはこうして肩を並べて飲んでな。そう。歌詞がぴったりなの。ウォーとナイトじゃないですか、そういう時はもう絶対に。で、やってるね、そういうの。やってるやってる。すごいな。でも今パラチラって言ったけども、うん、忙しいから、やっぱお前はすぐ帰るわけやろ。まあ、そうで、そうね。2日、3日は入れないですもんね。でもそういう時間が大事やから、分かってるから、そうやって伊豆大島に一緒に行ってる。はい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 。これ、かなんな。いや、でもそれをでもやるんじゃないですか、今後。俺が？うん、でもやっていかないと。いや、その余裕がないからさ、俺には。いやいや、やれるもんならしたいよ。はいはいはい。そんなんも、はい、でも余裕、時間がないから、ちょっと伊豆大島に一泊行くねーとか俺でけへん。あ、だからもうそれまでにもう仕事を大急ぎ終わらして、うん、なんかもうだから ずらしてなんとか一日空けて、その子たちのためだけにやろ。そう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 。なんなんお前。いや、でも、その、ええやつ、むっちゃ、もしかして、いや、むっちゃいいやつやと思う。なんでお前、若い時に俺に対してそんなしてくれへんかったの？ムカついた。あら、若さゆえのムカつきがあるじゃないですか。それは、しょうがない。こっちも未熟じゃん。それは、ムカついたんだもん。ごめんなさい、それは申し訳ない。もう俺に休みなんか1ミリもくれんかったで。いや、確かにいらんと思ってたんすよ、あの当時な。うん、でもやっぱり、うん、でもやっぱり本当にそれこそニューヨーク行ってたじゃないですか、うん、それって3年くらい前のインターン生がもう今ニューヨークで会社作ってやってるから、だからそういうことを考えるとやっぱ若手を育てるっていうのがめっちゃ重要なんだ。でも逆にな、ないの、惜しいなって。例えばじゃあインターン生頑張りました、うん、こっからじゃあありがとうございます、お世話になりました、こっから自分の力で頑張りますっていう人がたくさんいるわけでしょ。はいはいはい。そんな中で西野の中では、うわ、クソ、うちの会社にといてほしいなっていうのはないの？いや、でもそれはもう応援するって決めてるから、もう最初だから、もうマジでインターン生で来た時からこの子が、いや、っていうかそういう子いっぱいいますよ。だから、うん、もうやること決まってますっていう、うん、要するに別にうちの会社に入る
わけではなくて、そういうことか、来年の、春にはこれ私ここに行って、うん、ここで仕事しますんで、うん、その間インターンやらせてもらっていいですかっていうのは、そういうの全然あるから、それはそういうもんだと思ってるから別に、俺無理そういうの私そういうの無理よ、束縛したいから束縛したいわそれ無理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 で、俺らの世界で言うたら他の YouTuber のとこに行くんやけども、まずはちょっと勉強させてくださいでしょ。そうそう、あ、無理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 、いやー無理っすか俺無理や、俺向いてないかも、インターン生それが無理だったらインターン生が難しいかもしれない。じゃあ無理だ、そこはそういうもんだと思って、俺はやっぱり膝つき合わして、はい、カジサクチャンネルに骨うずめさせてもらいますっていう人間が好きやから。ああ、まあ確かに。でもなんか僕が特にかもしれないですけど、僕は束縛したらダメじゃないですか。お前がお前の人生もうほんとピョン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 やってるくせに、人をこうすんのはちょっとダメじゃないですか。僕は西野の活動的に、そうそうそう、僕がそうしてきた人間なのに人に対してそれはちょっとないなと思うから、一応こう言ってらっしゃる。ちょっと待って、何かっこよく今映りすぎてる。いや、今嫌なってきた。いや、本当にでもそこに関して本当にかっこいいのかもしれない。いかに来る？ちょっと今、冷静に客観的に見たけど、俺死ぬほどダサいな。ダサいダサい、今のところ。確かにダサい。でもこっちはこっちの良さがある。あるあるある、膝つき合わせな。そうそうそう。はいはいはい、だからこ、ダウンは、俺向いてないわ。インターン生。インターン。でも本当に若手取るっていうのはすげえ、あとめっちゃ勉強ならないですか。なんか、リュウジさん今おいくつですか。今22歳。22でしょ、うん、そうすると、世間の22をこっちは知らないじゃない。知らない、あんまり絡んでないから、あんま知らないじゃないですか、うんうん、そうすると自分の22と比べるんですよ。はい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 、はい、しかないじゃないですか。確かに俺らの時はああやったとか、そう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 、自分ので、跳ね飛びスタートしたら20歳でしょ。俺ら20歳。22なんかもう、うん、もう自分の中でもおっさん枠で、うんうんうん、だからむっちゃバッキバキに仕事してるじゃないですか。うん、そうですね。そうそう、だからそれと比べてしまうから、うん、だからやっぱちゃんと、基本的に最初イライラするんですよ。やっぱすんねん。なんでこんなでけへんのって思う。まあまあな。そうそうそう。もう21になって、わかるわ。で、うん、マジでと思っちゃうんですよ。俺もリュウジになんであのポール気づかへんの。それ言ったら、それ言ったら22の梶原さん車ぶつけてますから、大体一緒ぐらいだと思いますよ。もっとひどいぶつけ方してましたよ、梶原さんは。ガシャン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 ってやってますから。失礼いたし、これはちょっとあれですけど、なるほどな。そこに対して、うん、でもこれでそっかといちいちイライラしてたら、うん、もう回らないじゃないですか。もう一生若手と仕事できないじゃないですか。確かに、ね、だからそこをこう律するというか、うん、その修行はやっぱ自分と比べるから。あー、そういうことか。そう、確かにそういう意味ではそこの勉強は俺できてないかもしれない。あ、でもそれいいです。でも自分と比べてみると、うん、キングコングはむっちゃスピード出世じゃないですか。そうだったね、実際ね、うん、むっちゃだから、マジで、あんな労働基準なんか合ってないようなもんでしょ、あの、うん、芸能なんか。なかった。で、僕大体1日20時間ぐらい働いてるんですよ。そう、当時、今、うん、今も、当時 も、ね、うん、別に当時なんかもっとひどいかもしれない、うんうん、だから寝てなかったから、うん、でそういうもんだと思う。1日20時間か、うん、まあ、21時間ぐらいは働くよなっていう、まあ、それと比べちゃうじゃないですか。なっちゃうなっちゃうなっちゃう。そうするともう全然ダメなんですよ。 あれなんでこんなに頭悪いんやろうとか。それってなんでその考え方になったの？西野もだってさっきも話したけど、若い時はもうゴリゴリに尖ってたわけやん、はいはい、った中で何の経験でその考えに至るわけ？まず僕 と、誰か一人と向き合って一対一で、うん、なんかこう合わすと、うん、その人飛んじゃうんすよもう無理って言って飛んじゃうんすよ、絶対に。それはもうあなたが証明されてるあれ、俺多分今笑ってるの俺だけかも。分かるわー、分かる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 わ。だから僕仕事絶対分散させなさい。それで気づいたの？そう、そう、あかんと思って、その普通の人に自分の全てを、だからその時は僕の全ては梶原さんじゃないですか、当時ね。当時俺しかおらなかった。そう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 、そんなことしたら人が飛ぶっていうことが分かってあ、これはダメなんだと思って。だから一人の人に対して自分の10分の1ぐらいで付き合っていかないと、それでもいっぱいいっぱいだから、あ、そう、だからもう飛んじゃうんですよ。だからダメだダメだっていう、はい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 、そう、そっち、すごいよな、うん、面白、気づいたわけや。あれってそう
俺一対一になったら全員飛んでいくな、全員潰れていく、絶対潰れる。別にトンボとこう自分の、うん、だって本当に時間もなんもないもん、うん、あの、うん、4時であろうと5時であろうと、うん、今から来れるって言われて、で呼ばれたら自分も行くし、はい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 、だからでもみんなはやっぱ休む時間とか必要だし、うん、なんかストレスみたいなのが溜まって、うん、そしたらそれを、うん、なんかこうストレスを解消する時間みたいなのも必要じゃないですか。お前変わったなマジで今のお前と当時の俺二十歳ぐらいの時やったら売れるねいや売れたやろ、まあまあ、え、まあまあ売れたでしょ、まあまあ売れたけどもっと売れてんじゃんお前おもろいなそれ、なるほどな。そうでも勉強になる、やっぱしかもどむっちゃ勉強になるね、なんかその、うん、今のインターン生とかとお仕事させてもらうと勉強になる、うん、そうか、だからごめんね、何個も何回もこう入れ違いして、うん、やっぱりありかも、そういう意味ではインターン生、あ、こっちの勉強にはなるのは間違いないですね。チャンネルへの愛情とかを俺は重視しちゃうっていう話したと思うんだけど、はい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 、じゃなくて、はい、こっち成長するために、はいはいはい、その若い子たちを入れて、はい、インターン生ですか、はいはいはい、で勉強させてもらうのあるかもしれない。俺実はそこもちょっと弱点であるから、俺も実は似てるとこあるから、はあはあ、この人ってなったらこの人に求めちゃうし、めちゃくちゃ俺はいい風に言うと期待をしてしまうの。うんうん、分かる。だからこそ期待が大きければ大きいほど裏切られた時にショックやん。あー確かに確かに、だから人って俺怒ると思う。あー間違いない間違いない。でもそれが行き過ぎると、うん、その人は飛んじゃうやん。あー飛んじゃう、絶対飛んじゃうじゃないですか。行き過ぎるも何も、本当に小指でちょんってただけでいなくなる。フリーザーやん。本当、なんかこういうちっちゃいのこうやって、これやってる。本当に、あ、人ってこんだけもろいし。あー、いい話はこれ。むっちゃ勉強なる。でも鼻につく話だと思うけど、うん、やっぱ絶対だね。いやいや、全然鼻につかんよな。だからハッとした人いると思うよ、これ見てて。あ、まあ、うちのチャンネルって基本社長が見るチャンネル。毎週聞くのそうですよ、ターゲット社長ですよ。ねえ社長、社長が分かるわーってブランデー飲みながら見てるのが毎週キングコング。あ、これターゲット社長だった。ターゲット50代60代の社長。あ、そっか。社長が見る番組やった。アナリティクスでデータ見たら全然掴めてなかった。でもこのチャンネルすごいねんで。なんすか。男女比とかで言ったらすごいいい感じの。珍しく、その結構こう男臭いチャンネルやん、ここって、はいはいはい、男しか出てない、はあ、そういうチャンネルってやっぱり男の視聴者が 80% とか占めてるのが大体 YouTube でいう平均なんで、はあはあ、うち結構半々やからね。へ、いや、カジサックじゃないですか、でそれってやっぱり、まあまあそれもあるかもしれない、でももともとそうやで、結構まだ色気あんねやで。いやー、え、お互いだからこそ女性視聴者が見てくれてんねや。あるっけ、そこそこエッチーな目で見られてる、エッチな目で見られてるんですか、そこそこエッチーな目で見られてると思うで。エッチですか僕たち、ほんとちょっと出してきます梶原さん。いや、俺でもぶっちゃけ、そういうのがないと、俺女子は見ないと思うのよ、そこまで。あー、じゃあ自信持っていいんすね。いや、持っていいっすよ、エッチな自信、あ、僕らはエッチな目で見られてるっていう自信持っていいっすか、じゃあ。いや、いいと思いますよ。出ないとそんな比率に俺なんないと思う。なるほど。結構動画もしっかりとデータとして出るからやな、はい、結構ええ感じでこう分かれてるからね。もうそういう42じゃないですか、うん、そういうものと思ってないから、うん、そう、20歳20代時とかはなんかその、うん、性というか恋愛の対象みたいな感じにも、うん、まあ、なってる時もあんのかなっていうのはあるけど、あー、西野は分かってないか、そこは逆やがな、そういうの意識しない時、そういうの意識しなくなった時に初めて出るエッチーがあんのよ。エッチーっていう悩みでもらっていい分かるかな、分かる人おると思うね。やっぱギンギンに色気を出すことも大事やし、でギンギンに遊んでる時って色気出るやんか、はいはい、それは普通のただの色気、はい、俺が今言ってるのはエッチーなちょっと知らないな、じゃあ俺は自然やねん、あくまでもナチュラル、醸し出るもの、醸し出る、そんな豊かで若い時に比べたらそこまで遊んでないやんか、はいはいはい、下田にバーやってる、下田がやってる、はい、キーツ行ったら漏れてるエッチーがあるわけ。ああ
それをエッチーと言うんだ。それをあじゃあ出てるんすかね。おるやんたまに色気ある人っておるやん。うん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 、いるいるいる。ゴリゴリに遊んでる人の色気とそうじゃない色気ってあるやん。あーあるあるある。そうじゃない色気の方がエッチーです。あー出ちゃってんのかな。それがね俺ら出てると思うよ。だからその数字で反映そうだね。そう出てるよ。はっきり言ってくれてええわコメント欄で。そうですって。エッチーでしょ。エッチーでしょ。女性の諸君、女性の諸君で、女性諸君、コメント欄でくださいな。どうせエッチな目で見てる。どうせエッチな目僕たちのことをどうせ。なんで好きか教えてほしいわ。でも好きかっていうか、なんで見てくれてるかの意見聞きたい。女子が。いや、確かに。だって、マジで女性っけないで。ない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 。このチャンネル、ほんまに、はい。そういう情報も言うてないし。はい、確かに。それでも見てんねんから。そういう目で見てるんですよ、この人たち。いやらしいわ。話なんか聞いてないでしょ。聞いてないんでしょ。顔ファンなんでしょ。顔ファンだよ。いいんだよ、何喋っててもいいです。だって顔ファンだよ。来週楽しみやな。数字ガガーンって上がってるの。めっちゃ嫌われたように。すいません、まあ、今日結構長くやっちゃいました。ありがとうございました。最終金の感覚。すいません、友達って何ですか？この世の秩序を乱す者は断じて許しません。俺は星を見たんだよ。